ヨアヒムが奥は、ドイツの政治家、ドイツ福音主義協会牧師、第11代連邦大統領。1940年、ドイツ北東の港町ロストックで船長の家に生まれた。1951年に、父がソ連の秘密警察に連行され、1955年まで、シュベリアに抑留された。ピオネールにもドイツ民主共和国の支配政党。 ドイツ社会主義統一党の青年団組織である自由、ドイツ青年団にも所属していなかったため、大学でマスコミ学、ドイツ語学文学研究を志したが許可されなかった。そのため、入学が許可されたロストック大学進学部へ進んだ。当初は、進学部への進学が自身の適性に合っているのか確信できなかったが、1965年に、 ドイツ福音主義協会に属しているメクレンブルク福音ルター派宗教会の牧師補になり、1967年にはアンシュレイを受け、ギュストロー近くの村の牧師になった。ガウクは東ドイツの旧体制に対して早い時期に批判的な立場を取っていたが、1989年に旧体制批判派の市民団体新フォーラムを結成、地元ロストックで夕べの祈りを主催し、 抗議デモ拡大のきっかけを作り、社会主義独裁体制の崩壊を導いた。1990年3月に行われたドイツ民主共和国最後の人民議会選挙で、同盟90から当選、同年6月に人民議会にて、ドイツ民主共和国国家保安省解体の進捗、及び管理に関する特別調査委員会の委員長に就任した。 ドイツ民主共和国国家の消滅後も、ドイツ連邦共和国大統領及び首相より、ドイツ民主共和国国家保安省の保持する個人情報管理に関する特別管理官として、その任務を委託された。なお、当該組織は1992年1月2日に、施行された法改正に伴い、ガウクの役職は、 ドイツ連邦政府によるドイツ民主共和国国家保安省に関する書類の処理に関する受託官となった。2000人を超すその組織はその複雑な名称から一般にガウク機関と呼ばれた。当該組織の正式名称は連邦政府によるドイツ民主共和国国家保安省の書類管理に関する業務の受託機関。この役職を2期を務めた後、 派遣制限が定められていたため、2000年にガウクは退官した。ドイツ民主共和国の解体、消滅と新連邦州のドイツ連邦共和国への移行期に、1990年の10月3日から特別管理官として任務を受託されるまでの1日だけ、連邦議会議員だったこともある。当時、スピードから政治家としての三角を壊れた経緯が、 あったが政治家としての道を選ばずテレビ番組の司会や講演活動を行い、自らが立ち上げた前述の新フォーラムが合併された政治組織である同盟90が1993年に緑の党と手を結んだ際にはその動きから距離を置いた。2003年からはベルリンに本拠を置き、中間法人、民主主義のために忘れない代表に就任、現在は ドイツ国民基金の評議員も務めている。2008年には、バーツラフ・ハベル前チェコ大統領とともに、プラハ宣言において、欧州における共産主義独裁政権の犯罪について言及し、署名している。ベルリン市内在住、妻ゲアヒルドと子供が4人いるが、妻はロストック、2人の息子と、娘1人は旧西ドイツ地域に在住。妻とは、現在も、 正式には離婚していないが、1990年から、リーツァイトガミのヘルガヒルシ記者と同棲していた。1998年からは、ニュルンベルガーツァイトゥングの政治記者であった、ダニエラ・シャットと現在まで10年以上にわたる交際を続けている。シャットは、大統領夫人としてがうくとベルリンで生活している。1999年キリスト教社会同盟は、 ドイツ社会民主党のヨハネスラウ候補の対抗馬としてガウクの擁立を画策したが失敗2010年にドイツ社会民主党と緑の党はキリスト教民主同盟とドイツ自由民主党のオス・クリスティアンブルフの対立候補としてガウクを擁立した交通事故2010年6月23日昼頃ミュンヘンでの遊説からベルリンへ抜きとミュンヘン市内で同乗していた車両が 自転車との接触事故を起こしたが、乗用車側に乗っていたスタッフはガウク本人も含めけがはなかった。衝突した相手方はマウンテンバイクに乗っており、逆走行していたことやヘルメットをかぶっていなかった等の過失もあり、運転手は刑事処分について言及されていない。自転車の運転手は一命は取り留めたが病院へ搬送された後、経過観察中である。ガウクは、 事故当日の予定をすべてキャンセルし、この自転車運転手を病院へ見舞った。この事故に関して、当時のドイツキリスト教民主同盟側対立候補のクリスティアン・ブルフは、日常の誰にでも起こりうる状況に遭遇したということだ。私たちみんなはできるだけ早い患者の健常な復帰を望んでいる。と語った。2010年6月30日の連邦会議における、 投票の結果この結果は、下記の通りで、票が分散した結果、第3回投票まで行われたが、左翼党の協力を得ることができず、最終的に敗北した。2012年2月17日、汚職事件の捜査進展に伴いクリスティアン・ブルフが、ドイツ連邦共和国連邦大統領を辞任。公認として、2010年の連邦会議において、 ウルフに敗れたガウクが就任する方向となり、同年3月18日に選出された。2013年8月、ベルリンの学校で演説し、極右政党ドイツ国民民主党の党首らを二度に、渡って、馬鹿と部別する発言をした。同党から、この発言を問題視されガウクは提訴された。2014年6月に、ドイツの司法当局は、ガウク連邦大統領には、 国家民主主義者を侮辱する権利がある。彼は自分の考えを表すために自ら必要とみなす言葉を使うことができる。と判断し、同等の訴えは退けられた。また、難民問題では難民を敵視するのではなく強制するべきと訴えた。2016年6月6日、恒例を理由に連邦大統領の再選は目指さず、一期限りでの退任を表明した。 2017年3月19日に任期満了で連邦大統領を退任。下記はいずれもドイツ語で書かれた主なもの。ありがとうございます。